久々に自宅から発信する藤丸です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップル、アービトラムのチャート分析をしていきたいと思います。そしてね、おかげさまで、チャンネル登録者が7万人突破しましたということで、ちょっとねこれについて話していきたいと思うんですけど、6万人台で1年近く、耐えてました。耐えてたというかなかなか伸びずに、いました。っていうのも、仮想通貨の相場が良くなかったし、まあ他のチャンネルもそうですけど、仮想通貨系のチャンネル全般的に再生数が落ちたりしてたので、なかなか増えなかったんですけど、ようやく7万人行きました。6万人ぐらいまでは1年半ぐらいで行ったんですけど、6万人台では1年ぐらい漂ってたっていう感じですね。まあ、ここからね、ちょっとこう、レジスタンス台を突き抜けて10万人に向かって行けたらいいなと思っております。はい、じゃあ今日のニュースはですね、まあ、ビットコイン直近高値で揉み合う展開っていう話と、まあ、アービトラムがちょっと今なんかゴタゴタして急落しましたという話です。仮想通貨じゃなくて、株式市場はね、31日にまあ下げた状態で終わってましたが、ビットコインはまあ高値圏2万8000ドルちょっとぐらいで、漂っております。で、クリプトカントのコーニアナリストによると、スペントアウトプットプロフィットレシオというね、SOPR っていうやつ、たまに出てきますけども、まあ、これが過去最低水準にあるので、まあ、そろそろね、次のサイクルに向けてトレンドの転換になるっていう話がありました。SOPR っていうのは、ブロックチェーン上のコインの履歴を評価して、受け取り時の購入価格と送金時の売却価格の差分からまあ算出する指標になっております。SOPR が高いときは多くの投資家が利益確定したことをまあ示していて、まあ、低いときは投資家がまあ損失を確定してまあ売却した、まあ、損切りしたってことをまあ意味しているということになっています。で、過去の例だとコロナショックとか、あと21年5月の仮想通貨バブル崩壊とか、22年11月の FTX ショックとかね、すべてまあ強い反転シグナルが示されていますので、やっぱりね、今から上がってきやすい状態になってるのかなと思います。はい。で、アービトラムがね、1日で 20% ぐらいね急落しました。これは、DAO の中のガバナンストークン投票で最初に提案された、約10億ドルぐらいの特別助成金の予算案について、承認非承認の結果が出る前に財団がトークンを売却してたってことが発覚してます。で、財団側がガバナンス投票について、批准であったという立場を示したということで、コミュニティとの認識の齟齬を浮き彫りにして、まあ、信頼を失って下がったという状態になっています。はい。まあ、アービトラムはね、イーサリアムの最大のレイヤー2ブロックチェーンになっています。で、まあ、エアドロップされたりとか、まあ、いろんな取引所に、まあ、先月上場したので、まあ、買ってる人も結構多いみたいなんですけども、財団が、そのコミュニティの約 70% が財団に対して、トークンの使途が不透明だということで、反対票を投じたのに、まあ、財団は、この10億ドルぐらいの、ARB トークンの 6.7% をすでに、まあ、売却してしまったとかということで、まあ、財団への、まあ、信頼が、まあ、失われてしまっているって状態ですね。うん。まあ、これ下がっているって状態です。で、ついでにもちょっとチャート分析していこうと思うんですけど、やっぱりね、下降のチャンネルが効いているようなので、まあ、これに沿ってズル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 落ちやすいと思うので、まあ、アビトラムについては結構底なし沼に陥っちゃってるのかなと思います。まあ今ね、ちょっと、結構落ちて 1.13 ドルまで落ちたんですけど、今 1.21 まで反発していますので、まあ、次ね 1.32 ぐらいまで上げたあたりとかで、まあ、チャンネルの上限あたりで、まあ、1回売ってしまった方がいいんじゃないかなと思います。このままなんかズル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 落っこちそうな感じがします、今回の一件でね。はい。で、次面白いねニュースなんですけど、ビットコインを月に送るっていうプロジェクトが始まるそうです。データ分析企業のルナクラッシュっていうところが 62BTC、まあ、今の金額で 2.3 億円入った宝箱をスペース X、まあ、イーロンマスクのところのね、スペース X のロケットで月に送るって計画を発表しましたと。すごい面白いよね。うん。で、ビットコイン宝箱はサトシ・ナカモトにちなみ、ナカモト1と名付けられたと。
で、月に到達した最初の宇宙旅行者がウォレットの秘密鍵を入手することで解錠して、まあ、ビットコインをもらうことができるということです。まあ、62BTC なんでね、まあ、今の金額では、まあ、その2、3億ぐらいってことなんですけど、ね、その、実際にその誰かが月に行って、開けた時はもうビットコインが、例えば10万ドルとか言ってるかもしれない。そうすると何十億円とかっていう金額になったりするわけなんで、すごい夢のある話だなと思いますね。うん。まあ、誰かだからビットコイン欲しい人月に行っちゃえばいいんじゃないか。月に行ったら開けられるみたいですよ。うん。ということで面白い、ムーンに行くというね、なんか、なんて言うんだろう。爆上げするときにムーンって言うじゃないですか、クリプトの。なんかそれにちなんでもいるのかなっていうふうに思います。はい。で、このルナクラッシュは今回用意するビットコインの報奨金の資金を調達するために NFT コレクションも販売するそうです。NFT コレクションを販売して売上の 25% を報奨金の資金に企てるということです。面白いね。うん。はい。じゃあ次がね、イーロン・マスクと同時コインにまつわる訴訟についてなんですけども、原告がイーロン・マスクがそのツイッターで同時コインについて、ツイートすることによって、まあ、詐欺を働こうとしたとかっていうね、原告側の申し出があるんですけども、まあ、それについて、同時コインについての発言を行うことでどのように詐欺を行うつもりだったのかっていうのを原告がうまく説明してないよねってことを、まあ、弁護団の方は訴えているということでした。うん。まあ、同時コインを異常にね、宣伝して、まあ、利益を得たということで、34兆円の支払いを求める訴訟を起こしてるんですけどね、これね。うん、すごい話ですよね。だから、同時コインで損した人たちが起こしてるのかよくわかんないですけど、やってます。でも、多分ね、その根拠がないとかっていうことになって、まあ、イーロン・マスクが負けるってことはないんじゃないかなと思います。はい。で、マスク氏側の弁護団は、同時コインルールズっていう、同時コインは最高。No highs, no lows, only doge. 浮き沈みはない、ただ doge だけがあるといったマスク氏のツイートは意味が曖昧であり、これをもってマスク氏が詐欺を行ったという申し立ては支持できないということで言ってる。だから、イーロン・マスクだから、ただね、ふざけて適当にね、ツイートしてるだけなんですよね。だから、あんまり、それをツイートしたから、じゃあ doge コインが上がった。で、しかもそれを売って利益を得たとかっていう。立証ができないと思うんで、マスクが負けるってことはないんじゃないかなと思います。はい。じゃあアビトラムはチャート分析したので、ビットコイン、イーサリアム、リップルという順番でチャート分析しようと思います。ビットコインが 28,300 ドルを推移しております。やっぱりね、今のこのサポートライン、もともとあった平行チャンネルの、まあ、天井に裏タッチしてるような状態でじわ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 上がってきてるような状態なんで、まあ、普通に見たらね、まあ、上に2万9000ドルのところにサポートを引くと、まあ、アセトラみたいな状態になってますので、まあ、それを考えたら、まあ、多分、また上に上がってきて、まあ、いよいよ次は、まあ、3万2000ドルぐらいのところ、に上がってくるんじゃないかなと思います。今週あたりにね。で、もしこのサポートを割ってくると、一旦ね、移動平均線がある、2万5000ドルぐらいまで落っこちる可能性ありますが、まあ、とても仮想通貨にとって悪いファンダとかがない限りは基本は上に上がってくるんじゃないかなと思っております。はい。こう下げてもね、下髭がしっかり出ているというか、そういう感じがするので、まあ、上に向かうために今底固めしてるっていう状態なのかなと思いますね。はい。で、イーサリアムです。で、イーサリアムについても、まあ、同じように、まあ、アセトラの形を描いているような状態になっているので、まあ、多分、まあ、次また1850ドルぐらい試しに行って、抜けてくるようだともいよいよ2000ドルってところに向かっていくのかなと思います。うん。あとはまあ1700ドルに落っこちた時も結局サポートされて戻ってきているので、まあここも結構硬いっていうか、まあ、底固めされていったかなというふうに思うので、一段高く上げやすいんじゃないかなと思います。2000ドルのところはですね、22年の8月に1回レジスタンスされているのと、あとその前だと22年の、5月かな、5月に、レジスタンスされているので、まあ、ちょっと硬いと思います。2000ドル、まあ、節目でもあるので、まあ、一旦そこまで上がってきたら多少の利確定の売りがあって、もう一回1900まで下げてみたいな感じの動きになりやすいかなと思ってます。
はい。じゃあ次、リップルです。リップルはね、あんまり値動きが大きくないんですけど、まあ、やっぱりこのね、平行チャンネル乱れてると思うので、まあ、この間のところが一旦の天井になった可能性はまあ多少ありますと。ただビットコインとかイーサリアムが上に向かいそうなんで、リップルももう一回上に、ね、向かうっていう動きするんじゃないかなと思います。まあ、あとは裁判のまあ行方によって、上下するっていうことにはなるとは思いますが、まあ、とりあえず今高値圏に推移してるので、今からリップル買うっていうのは本当に進めないです。一段上がるとは思ってるんですけど、0.65 ドルまでは上がると思ってるんですけど、今から買うにはちょっと遅いかなと思う。0.3 ドル台ぐらいで買った人が、まあ今のあたりで売るか、もう一段高い 0.65 ドル付近で売るかっていう、まあそういう感じかな。わざわざ買わなくていいかなと思ってます。はい。あとね、昨日こっちのメインチャンネルお休みして、サブチャンネルの方に、僕の淡路島旅行の、動画ちょっとまとめたんで、僕のプライベート気になる人は、藤原大学っていうサブチャンネルのリンク、コメント欄に置いておきますので、ぜひ見てください。早速昨日チャンネル登録者がね、結構久々に十何人とか増えてて、ちょっと嬉しかったです。はい。まあ、そっちのチャンネルは、ゆっくり、ゆっくりね、育ってる感じなんでね。はい、あとは、メンバー動画ね、また今週もやります。日曜日だったかな？日曜日に質疑応答の回答と、僕が最近思う、まあ、今年1年、23年の年末ぐらいまでの展開みたいなところ、まあ、結構大事な話してますので、気になる人は、まあ、今からでもチャンネルじゃない、メンバー登録して、ちょっと見てみるといいと思います。はい。長期的な話してます。25年ぐらいまでね、の、まあ、今からの2年ぐらい、2、3年ぐらいについて、まあ、ちょっと僕の予想を話しております。はい。あと、キャンペーンの方は、引き続き、バイビットがね、ありますが、今日はちょっとあっちにしよう。ズーメックスがですね、100ドル以上入金すると100ドルもらえるっていうキャンペーンやってるみたいです。なんか、LINE 登録したりとか、キャンペーンに登録するとかっていう、やんなきゃいけないみたいなんですけど、まあ、とりあえず100ドルもらえるみたいなんで、ズーム X も、登録してみてください。はい。そしてチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所、バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。